早口でキツくまくしたてられて慌てて言い訳を考えてみるときどうにもならないことやそれに近いことが止めろが溢れてわけI'm not afraid to die.
改めまして、こんにちは、ピープルファイブです。待ってましたか？待ってた。ひどいやつ。その発言さっき、これからね2曲あるんだけど、その発言さ全部後悔させてあげます。なんかヤジが全然嬉しくないんだよ。本当に嬉しくないもんかね。あのね、正直俺も今何も喋ること全然決まってないんだけど。まあ、でも結構その派手にライブできるさ時間ってもうかなり限られてるから、いやルーレットいらない、ルーレットいらない、ルーレットいらない、ド派手にかませる時間っていうのかなり限られてるんで、もう一個一個の熱量もう爆上げで、もう皆さんもそれに応じて大暴れできるように我々楽しませていただいて、よろしくお願いします。あとどう、なんか新潟なんかいたことあるんだっけ？今日物販あって、おっ、新潟の公式グッズ、公式グッズが発売されております。かわいい、200円、200円のコースティック、買ってくれたら嬉しい、嬉しい。それだけかな。なんかもうちょっと面白く言いたかったけど、あちょっと緊張しちゃって言えなかった。はい、そんなこんなで、じゃちょっと話すと、ピピルワンっていうバンドはずっとメルモとかマコとかで昔からやりたいねっていう話してて、ようやく今回できてすごい嬉しく思ってます。で、まあ、ピップルワンってバンドの名前からも分かるとちょっと孤独とかそういうのがテーマになってたりとかもしてて、で、まあこれからやる怪獣とエッジバースと2曲もそういう気持ちを歌った歌なので、そういうところが好きなんですけど、楽しんでいってもらえたらなと思います。盛り上がっていくぞ。さあさあ、
Okay.